セレスティアってどんなとこなの？インフェリアよりとてもだいぶ暗い。風はとても吹かないけど寒いの。あといっぱい機械はあるよ。機械？インフェリアよりも技術が進んでいるとでも言うつもりか？ありえない話だ。本当だよ。まあいいさ、行けばわかる。本当にセレスティアへ着けば何もかもわかるさ。お前ら本当にセレスティアに行くつもりなのか？リット、行かないの？ゾシモスの話を聞いたろ。バリルって男は光の橋を渡ったきり帰ってこなかったんだぜ。でもメルディはインフェリアに来れたんだし、なんとかなるんじゃないの？守備よくセレスティアに行けたとしてもだ、全くの未知の世界なんだぞ。何が起きるか分かんないんだぞ。だから行ってみたいんだろうが。だっ、お前らの頭には不安とか用心って言葉ねえのか。リット、一緒で行こう。とっても必要だよ。おやすみ。
もんだぜ。
マジンケン、ウィンドカッター、ハッ、インスタダメ、イラプション、ナイジンケン、ナイトミン、ナイト、エアスラット、マジンケン、マジンケン、余裕だね。こんなもんだな。何黙りこくってんだよ。なぜ用もないのに喋らなきゃならないんだ。心配してやってんだよ。バテてんじゃねえかって。余計なお世話だ。だいたいお前だってファラがいなくなってから妙に無口じゃないか。そうだよ、リットはずっと無口。関係ねえよ。あのレイスとかいう男、美形だったな。ああ、そうだな。物腰も落ち着いていて、立ち振る舞いに気品がある。ファラみたいな跳ねっ返りには大人の考え方ができる男が必要なのかもしれないな。
なんで俺の顔見て言うんだよ。リットはどうしてとても怒るのか。別に怒ってねえって。ヒールがさっきから。あー、もう。僕は事実を述べただけだ。ファラだってもう17歳だからな。異性に対する恋愛感情。まあ、もううるせえんだよ。やっぱり怒ってる。
着いた。ここがセレスティア。ワイル、セレスティア、マルディが生まれて育ったよ。上に見えるのがインフェリアか。めまいがしてくるな。からすればインフェリアが逆さの世界。空の色も海の色もインフェリアとは違うんだな。太陽は暗いし風も吹いていない。けど一番違うのは空気だ。インフェリアとは空気の感覚が違う。さすがは将来学がガクシーさん、わかってる。そうか、将来の違いだ。インフェリアとセレスティアでは住んでる将来が異なるんだな。はいな、ご正解。メルディ、お前本当にセレスティア人だったんだ。今まで何度もそう言ってきたよ。まだ信じてくれてなかったか。何の証拠もなく信じられるか。実際にこうしてここに立ってみなきゃ。なあ、俺たち
これから一生こっちで暮らさなきゃならねえのか。ティッド、お前は何だってそう。セレスティアに来れたんだぞ。何とも思わないのか。なんでここまで来たのかな、私。いや、ずいぶん遠くへ来たもんだなって。疲れた体を休める。雨の町行くよ。みんな歓迎するよ。アイネ、メルディが育ったところ、いいところ。いくらお前の故郷とはいえ、僕たちはインフェリア人だ。大丈夫なのか。そんなの関係ない。平気平気。まあここにいても仕方ないし、行ってみるとするか。ワイル、アリバーギー。大丈夫か。何なんて顔してんの。ここからが勝負なんだから頑張んなきゃね。